俺藤波くん大好きなんすよ。どうもプラスミオリワン芸人のアーナ高枝です。よろしくお願いします。アーナちゃんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。そうだね、今日はねもう藤波慎太郎に絞った動画をお届けしたいと思います。こちらです。はい、まずこのアニバ藤波くんですね。かっけーっす、かっけーっす。この写真、はい、このアニバ藤波くんをまず投げさせます。でその後、はい、こちら無課金赤の TS 藤波を投げさせると、ということで、ね、今日はもう藤波慎太郎尽くしの動画でございます。はい、早速ね、落選いきたいと思います。いざ行け藤波慎太郎。はい、高校でございます。よろしくお願いします。早速藤波くん先発でございます。いや楽しみだね、うん、うわーで殿崎さんマジおもろいやん。まずねこの藤波くんはツーシームを外角に投げる。これがねズバッと決まると思う。オッケーナイス、いいよ。さあさあさあ、もう9位で負けてないからね、うん、でもこのスプリットもおもろいよ。でね、なんかよく聞かれるんですけど、アニバ藤波と TS 藤波くんどっちが強いですかって、聞かれるんですよ。そう、僕はね、こっちのアニバの藤波くんじゃなくて、TS の藤波くん、まあ、無課金の方藤波くんの方が強いかなって思いますね。オッケー、ナイスピッチ、おー藤波くん最高、ありがとうございます。シロさんよろしくお願いします。お相手千賀投手ですね。さあ藤波くんと言ったら大谷くんでしょう、同世代間違いないよ。援護しようぜ。やっぱね大谷くんが援護してこそ の、 あの藤波くんだからね。これはうわーあかん、あれバチーン飛ばないとあかんね。さあ聞いていこう。いやーあのね、まあ、昨日もお伝えしてると思うんですけど、打率がこのメインより無課金赤の方が高いっていう、まあ、変な現象が正直起きてるんですよ。なぜ何故っていう。まあちょっと最近不調っすね、メインの方バッティングが。まあしゃあなしっすよ、そういう時もあるんですよ、うん、これ引っ張っちゃうんだもんね。このね山崎さんめちゃめちゃ欲しかったんだな。キャラさ、山崎さんめちゃめちゃ欲しかったっす。あと3800のギータも欲しかったな、うん、まあアニバでこの藤波くん取ったんで、まあゲットできなかったですよね柳田さんは。さあここ集中よ、オッケー。ちょっと一球ストレートでも放ってみるか、おもろいかな。オッケー、ナイス。あれゲット、ああ走ってた、しゃあなし。あここはねちょっと、定位置のカットボール、外角カットボール、ああ定位置がゆえの置けないでしょ。藤波くん助けるわ、あの落合さんが、うん、ホームラン打って次の試合いこう。うん、今のはもう振らなくていいよ、抜けフォーク、気まぐれな抜けフォークを、ね、うーわーちょっと待って、やばいやばいやばい、ガチでやばい、集中するわ、うん、出ました、殿下の方ほど集中する、殿下の方と集中するわ、もう生放送ではなんかこれもうあのフラグみたいになってる、打てないフラグみたいになってる。うわーこの広角の当たりはもうさすが。さあ田村に行こう、田村仁、俺は田村仁さんと呼んでます、田村仁さんと呼んでます。仁さん行こう、はい仁さん、うわーまあナイス流しだけどね、うんタイピングついてた、 OK、 はい、あーナイボー、はい、ナイバッチ、ありがとうございました。さあ、次、TS 藤波くんです。
さあ、じゃあ2試合目、無課金赤の方で TS 藤波さん使っていきます。やっぱ僕はね、こっちの藤波さんの方が好きで、超4なんですけど、僕はね、スピ解放しようと思ってるんですね。そう、3600になれるんで、今3400の、藤波さんなんですけど、ちょっとこれね、やっぱもう本当能力が削られるんで、ちょっとね、やっぱスピ解放はしようかなと思ってます。ただこのね、動くストレートがめちゃめちゃ強いんですよ。そう、めちゃめちゃ強くて、なおかつその藤浪君を使ってくる人があんまり今いないんで、この TS ね。なのでやっぱり僕はね、この TS 藤浪の方が参るかなって思ってますね。これ振ってくれんのありがてえな。で、通信を持ってるとね、あー、これシャッター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 手よしゃなし。バッターボックスには4番村上で、このフォークが結構落ちるんですよ。結構落ちるんだよ。で、まあ同じところにツーシームとか結構おもろいんよね。はい、ファースト、オッケー、ナイス、藤波くん無失点、オッケー。パパエさん、よろしくお願いします。お相手の投手、則本投手ですね。まあ僕、則本投手はね、本当苦手としてますね。未だに苦手としてるというね。これがね、俺どうしてもスプリットに見えないんだよな。はい、回転を一回見ないとダメなんですよ。うん、回転が少ない方がフォークなんでね。いやー、ほらほらほら出たでしょこれ。もうさ、則本キラーになりたいのにさ。はい、ナイマチ、これは待ったけど、まあまあ則本キラーになりたいのに、もう無理なんだよね、俺、本当に。打てないのよ。則本さんの急に来るストレートがめっちゃ速いからね、これ。これが4球目。はい、ほらな。めっちゃ速いね。急に来るストレートが結構強いんだよな。いやー、マジやばい。藤浪君、抑えるしかないぜ、これ。抑えるしか勝ちはねえ。 OK、 ナイス。いいね、 TS 藤波十分通用するね、やっぱね。 OK、 レフト。いや、ちょっと藤波くん今日絶好調じゃない。一失点もしてないよ、まだ。カットボールも強いんだよな。そう、ありがとうございます。ノリさんで打って終わろうか。無課金赤にノリさんがいる奇跡。あー、ギチェ集中するわ。うん、あ、今の見えた、今の見えたぞ。あ、あー、ちょっと待って、次ストレート来るぞ。はい、アザス、アザス案件です。逆にストレートのが打てるんでね、成功法で攻めてこれはきちいかなって感じですね。最高、 OK、 見えてる、見えてきたぜ。はい、ナイス、いいよ。あ、やった、浅村さんに決めてもらうわ。TS 藤浪もう一回出番あるみたいになるよ、これ。やばいよ、集中しておこう。そうですね、この起用に応えたい。あー、あれファースト取れるんちゃうの。これはもう俺に風が吹いてるとしか言いようがない。あー、風吹いてない。最終回でございます。さあ、古田さんで来るかな。代打してこない。 OK、 あ、バントしてくる。いや、えぐいね、バントしてくるのはえぐいよ。全身でいいよ、全身で。 OK、 全身でいいぞ。振ってこい。あ、振ってこない。フォーク。なるほど、そうですね。はい、ナイスショー。何それ、何それ、うお、
それで今のファーストアウトだったらめっちゃかっこよかったけど、めっちゃかっこよかったよね今あれで、ファーストアウトだったら、うわめっちゃ、いやナイスナイス、いいよ1失点や、しゃーないしゃーないしゃーない、パナマ運河、運河パナマでいきます。うわプルヒ出ちゃった、まあプルヒ出たけどしゃーなし、はいプルヒ関係なーし、ありがとうございます。さあカズマ行こうぜ、カズマ好き3700広角持ち、 OK よ、藤浪くん援護していこうぜ、 OK 見えてます、ちょっと集中するわ。あ宮西さん出てきた、宮西さんおもろいね、タイピンはちょっとあーミスった、しゃーらしいよ、オッケー、タイピング出ないときに宮西さんは怖くない。はい、やだすということで、TS 藤浪特集、結果2勝ということでございました。やっぱり藤浪君ちょっとガチョウ台どっちも使っておこうかなと思いました。ありがとうございました。